皆さんおはようございます。はい、アズリモーニング第2部です。 MC を引き続き私はマネセナが担当させていただきます。はい、私はですね、普段歌手の活動をしておりまして、アズモニの木曜日を担当させていただいております。はい、1部2部続いてになりますが、よろしくお願いします。はい、それではね、番組の始めにこちらを紹介していこうと思います。はい、コロナウイルス対策としまして、低濃度オゾン発生器トレールフレッシュというものをスタジオ内に置きまして、常に空気をきれいに、そして匂いも消してくれるというね、はい、そういう風に保っております。花粉対策もできるってことでですね、確かにね、このスタジオにいるとね、全然鼻も詰まらないし、めっちゃ空気いいんですよね。全然私この商品の回しもんでも何でもないんですけども、はい、すごくね、この小型でありながら12畳分までしっかりやってくれる仕事をしてくれるということで、はい、この後ゲストさんもいらっしゃって一緒にトークしていきますので、こういう対策もバッチリしております。えびっくりした、今ブーってなったからね。面白いですね面白いですね、ありがとうございます。はい、そしてですね、番組公式ツイッターございます。アットマークアズパン FM、 皆さんもフォローしてくださいましたか。はい、この後ね、こうしようか。はい、この後ね、素敵なゲストさんもいらっしゃいます。本日のゲストは、タレントされております第4水曜日アズリモーニング担当 MC の木戸瑞希さんにお越しいただきます。はい、瑞希さんへの、はい、メッセージコメントなどもこちらにリアルタイムで読んでほしい方はお待ちしておりますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。忘れちゃったらね、後ろに常に書いてありますので見てください。そしてですね、番組応援の会、はい、こちらのご紹介していきましょうか。はい、アズリモーニングだけでなくですね、もちろん皆さん知ってると思うんですけども、鳥小屋アズリ FM にはですね、たくさん楽しい番組がございます。はい、すごい尖ってる番組とか、こんな有名な方もやってるのっていう番組もね、本当にたくさんたくさんあるんですけども、はい、好きな番組を応援できちゃうよという、その名前のまんまの会でございます。はい、特典はね、番組によっていろいろあると思うんですけども、まあ生放送中にね、見学ができちゃったりとかね、あと放送中にテレビ電話、あ、これすごいいいですね、私してみたいもん、テレビ電話ね、その応援の会の人と。はい、あと MC とのイベント、あ、この後ね、コロナとかが落ち着いてきたらどんどん開催されるのかなとも思いますけども、はい、こういった特典がたくさんございます。はいね、年間費はなんと1万円ということでね、月額ではございません、1万円でね、こういう素晴らしい特典、なんとかいろいろ番組がね用意してまして、皆さんにちょっとでもお力を貸していただけたらなと、はい、すごい願っておりますので、より良いするより良い番組にするためにも、するためにもね、はい、皆さんのお力を貸していただきたいです。ぜひご興味のある方はこちらまでご連絡くださいませ。はい、こちらちょっと見にくい方はね、鳥越あずり FM で検索していただいて、ホームページにもいろいろ載ってますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、この番組は台東区、台東区付近の地域活性化を目指し、台東区に特化した情報を掘り下げる番組、あずりモーニングでございます。皆さん、あずモニと覚えてください。私は木曜日を担当している天音瀬奈ですので、ついでに覚えていただけて嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。今日もこの鳥越あずり FM にゆかりのあるゲスト様をお迎えしてい、きたいと思います。その前にですね、皆さんにお願いがありまして、この鳥越あずり FM にはとてもたくさん面白い番組がございます。なんですけどね、先ほどの応援の会もそうですが、皆様にお力を貸していただきたいということで、スポンサーさんをまだまだ大募集しております。はい、お店の広告を出していただける方、企業さん、クリニックさんなど、好きな番組の応援をしたいよって方もね、本当にいらっしゃいましたら、お力を貸していただけると嬉しいです。はい、楽しい番組がたくさんございますので、ぜひご検討よろしくお願いいたします。それではまずこちらの映像をご覧ください。そうです、初めて見た人は分かんないと思うので一応説明しておきますと、はい、総合リサイクル、
のこのね買取業だったりとか、うん、小物よ、うん、小物をしょ、大物はダメなのかな、あダメかもしれないです、まあ、小物この古いものを、うん、まあでもお電話してね聞いていただいたらいいと思います、あそうですね、それが一番わかりやすい、そしてやっぱこれが一番遺品整理、これはね難しいですから、やっぱその我々親族やってるもんね、そうだね、これをちょっと今読んでいただいたら分かる、まあ、あれ真ん中にいるってあの山内さんですか、これ山内先生、うん、山内先生、高則合ってる、字が見えない、まあ山内先生に、見ていただいてね、はい、そうですね、ねいやもうでも税務のことは全然わからないからね、いろいろ質問したいですね、本当にマジ本当にそうですよ、うん、多分ね今の時期ね、じゃあ先生を呼びしましょう、はい、山内先生、先生立ってやるのかな、そこの椅子をこっちに持ってくると、はい、こちらこれ先に用意しておくべきだね先生もうカードですよ、ほんとカード、すみません、はい、こんにちは、どうもはじめまして、山内先生いつもお世話になっております、ちょっとなりまして、はい、今本当にお忙しい時期じゃないですか、そうですね、はい、もう最近はあんまり、あでも1日ちゃんと8時間は寝れてますかね、なんとかそれ寝すぎじゃないですか先生、はい、先生寝すぎですよ、ちゃんとギリギリ事務所の職員に頑張っていただいてですね、私はちょっと先生じゃないんかい、今日はちょっとジャガーさんのところにお邪魔できるということで、もう時間割いちゃった、職員ちょっと頑張ってってことで、はい、それで今日はちょっとお邪魔したね、えありがとうございます、先生いつも本当スポンサーの方もありがとうございます、私もちょっと、はい、この前初めて、ジャガーさんちゃんと田園調布さんのあれおっしゃっていただいてるよっていうことで、そうですよ、田園調布事務所、そう税理士事務所さんって毎回1回は何回も見てましたけど、はい、そうですね、もう優しい先生だっていうのでみんな山内先生にお願いしてください、本当に私も今の税理士悪かったら山内先生に変えるわマジで、うん、ジャガーさん資料まだわからないんだまだわかんない、変わったばかりだ、じゃあ答えは、じゃあ前まで法律決められたけど、それぞれの税理士事務所でやっぱ変わると、はい、で人で変わると、はい、なるほど、そういうあと結果の言うとこが木下先生みたいな、それが答えです、はい、はい、これがですね今ツイッターコメント2つきまして、はい、これですね、はい、じゃあ今一斉したいと思います、はい、大志くん、こちらの番組の場合ですね、こちら、マレショップさんの方から出していただいてる、和風小物合ってるか、アイコスホルダーであるとかパスケースであるとかですね、そういうのの新商品もいっぱいあります、今日ね、マレーショップさんから送っていただいたね新商品を持ってきたんですけど、車の中に置いてくるっていう、もう最悪のミスをしました、ね、本当にもう今日だけは絶対に持っていこうと思って完全に車の中に置いてくるっていうね、一番してはいけないミスをしたね、もう来週にはもう間違いなく新商品が出るんで、はい、すいません、はい、こっちはね、あもう出してた、はい、教職人種という漫画でですね、こちらの方が、竹書房、コミックガンマの方で、過去ウェブマガジンですね、で連載中でございまして、3月27日、4巻が出たところでございます、はい、4巻ね出たところでございます、で、予定では7月に5巻が発売となります、で電子版も発売中なのでぜひ読んでみてください、いろんなことがありましたということで、はい、ちょっとここで一発 CM やっとこうかな、あそうなんです、はいはいはい、ね、ここでごめんなさいちょっと遅れちゃいましたけど、ちょっと CM を一発ね、はい、ご覧になってください、ピヨシさんです、どうぞ、これがねうちのサポーター兼スポンサーさんなんですよ、この番組を支えてくれるしお店も支えてくれてるというね、お店もなんですね、ほら今あのジムっつってもさ、大体あのビルのワンフロアでやってるファニータイムとかさ、モイフィットとかあるよね、ああいうところが多い中、ここはあの昔ながらのジム、あへー、だからあのビル一棟が全部すごい、あ感染対策もして、そうもうビル一棟ってあるんですか、そうビル一棟、ね、もうそこが全部がジャグジーがあったり、あなるほど、ゴルフができたり、昔タイプなんだけど、昔ってそうだったんですね、そう、お風呂だけで何種類やったかな、でプールも2つ3つあるよ、あすげえ、そうなのよ、
そこね、いいっすね。ぜひね、もしチャンスがあったら行って、しのぶちゃんも、はい、今どこ住んでんだっけ今。いや、言うんすか、それ。まあ、まあいいんですけど何でもかんでも言い過ぎじゃないですか。全然いいですけど、個人情報、個人情報大体広く、はい、広く言って、広く言うと、渋谷の方なんで。あ、渋谷の方ね。はい、じゃあ大丈夫です、行ってください。あります。あ、本当ですか。豊島区ちょっと遠いないや頑張って、そろそろ頑張ってね、車ぐらい乗れるように なりたいんで。今車なの？車持ってないの？持ってないです、まだ。ああ、そうか。まだタクシーとか、はい、生意気なんで乗りたい車があるんで、それまで我慢しようと思って、なんか一瞬違うの行こうかなと思ったんですけど。乗りたい車は何なの？乗りたい車はやっぱでかい車乗りたいんで、ブルトーズだとかね。ブルトーズはでかすぎんでしょ。消防車とかね。おかしい、特殊免許欲しいじゃないですか。誰が特殊免許取るんですか、このタイミングで。モテると思うけどな。いや、モテないですよ。で、現場に遅刻するでしょ、絶対。そのスピード出ないですか。話題にはなると思うけど、ね、話題にはなりますね。でも、うん、すごいいい名前だなって、最初にだから久しぶりに会った時に、うん、この名前になったって聞いた時の、うん、あ、すごくいいなと思いましたよ。うん、だけど自分の中で馴染みがないから、どうしても塩田くんってね、長い付き合いだからこそ、そういう風に呼ぶ方が楽だ。お前ちょっと真面目な話ばっかり言うこっちは死んでない。死んでない、死んでない。さんまさんになってもらった瞬間で本当申し訳ないんですけど、一本 CM だけ挟ましてもらっていいですか。その間にちょっと落ち着いていただいて、お水飲んでてください。はい、余裕え。山手鹿さんの CM ご紹介します。どうぞ。マチが言ってくれてます。今日はいろんなところを案内してもらおうかなと思っております。治療室に行きたいと思います。来てください。あれ、こんにちは。どうも、私のいつもお世話になっている出口先生です。ご挨拶お願いします。はい、赤い水星の D です。いつもありがとうございます。ここにもモニターありましてですね、すごい。これデジタルで患者さんの情報が出ています。出口先生がいつも患者さんに心がけているというのはどんなところですか。まあ、痛くない治療をするというのは、まあ、当然のこととして、まあ、こういうご時世でもありますから、衛生面とかそういったことが大事かなと思っています。本当にね、やっぱこの山手歯科クリニックさんって清潔感がすごくてですね、してもらってる側は本当におすすめの空間だなって思う。皆様にご一緒メッセージをお願いします。これは、もうちょっといろいろ喋ったらしい空間ですので、皆さんいらっしゃってください。アットホームです。あれ、これ沢口先生でしょ。沢口先生、違う。はい、本日のゲストは女優の木戸瑞希さんです。ありがとうございます。本当はね、朝早くからありがとうございます。ありがとうございません。まあ、でも朝早くからといっても、実はね、第4水曜日のあずもにパーソナリティをやってらっしゃる、はい、やってます。皆さん見たことある方たくさんいらっしゃると思うんですけども、改めてちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。はじ、い、めまして、木戸瑞希と申します。オフィスベアという事務所に所属してまして、女優業をやっております。はい、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。はい、それではね、普段のあずもにでも結構自己紹介的なのはいっぱい喋ったりしてますか。そうですね、最初にちょろっと話すぐらいなので、こんないろいろ聞いていただける機会はないので。そうなんですね。はい、ありがたいと思います。じゃあ、あずもにいつも見てる方も、はい、もう今日は知らない瑞希さんがたくさん知れるぞということで、はい、たくさん聞いていこうと思います。はい、はい、というわけですね、主な活動は女優さん、はい、ということですよね。はい、女優をやってて、はい、あとたまにお笑いの MC とか、あとポートレートの撮影をやっていたりですとか。いろいろやってますね。そう、インスタグラム見させていただいたんですけど、いっぱいポートレート載ってましたね。ありがとうございます。はい、瑞希さんのね、プロフィールとか出たりしますか。お願いします。はい、もうなんかプロフィール写真もそうなんですけども、そのポートレートとか見てて、もうほとんど笑顔なんですよね。すごい笑顔が上手なモデルさんだなって思って。ありがとうございます。見させていただきました。それは心がけてはいますね。あ、いや、素敵ですね。ありがとうございます。ね、すぐに孫になっちゃうような感じがするので。あ、本当ですか。はい、もうなんか写真もそうですけど、最初の、はい、今日お会いした時からの印象もやっぱりスマイルガールだなって思いました。嬉しいです。はい、で最近はなんか舞台だったりとかそういう活動はされてますか。はい、これから舞台があるので、それも
SNS で告知とかさせていただくと思うので、これからまだ情報は解禁してないので、これから直々に前にインスタグラムのアカウントありますので、よろしければこちらで検索していただくとすぐに出てくるので、はいね、ぜひ今すぐ皆さん今すぐ強制的にですよフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日はね、もうねほりはほり聞いていこうと思うんですけども、はい、まずはこの水木さんが女優を目指したきっかけを、はい、聞いてもいいですか。はい私が女優を目指したきっかけは、ちょっと高校の時に大学の受験をするっていう時に、自分は何がしたいんだろうっていうすごく考える機会があって、それでやっぱりなんか国語とかがすごく好きで、私の得意分野だったので、だいたい国語だけなぜか5みたいな感じですごい、なんかそれだけちょっと自信があって、やっぱりなんか本を読んでそういった人の心境とかを理解したりとかして、それをなんか伝えたいっていう気持ちが大きくて、なんていうんですか、今日すごい辛い境遇の方が作品を見て、なんか明日から元気に頑張ろうみたいに思えるような、そんな作品を作れるような女優さんになりたいってすごく思ってます。素晴らしいですね若い時からそんなことをちゃんと考えれるのがすごいですよね。いやでもすごいなんか根がしっかりした目標で始められたっていうのはなんかもう素晴らしいですよねありがとうございます、ね、絶対素敵な女優さんになりますはい。で始めて今はどれぐらいですか。はい、だいたい2年くらい経ちますね。まあ、コロナとかでちょっとあまり活動はできなかったんですが、うん、SNS とかを趣味とかを頑張ってそっかそっか、はい、ちょうど投稿して、はい、コロナ時期結構かぶってますよね。これから頑張ろうっていう時にちょっと来てしまって、まあ、全然これから、はい、だんだんもう緊急事態宣言も明けたので、うん、これからはいろんな方と関わったりですとかしながら仕事の幅を広げていきたいなって考えてます。本当ですよね、はい、でももう今でさえも女優さんとあずもりとお笑いライブの MC とか、はい、お笑いライブの MC ってちょっと気になりますねどういう感じ、合間に出てきて、それでなんかいろんな掛け合いを楽しむっていう、お笑い芸人さんが MC を、うん、MC というかまとめ役でいらして、それでいろんな女性の MC がたくさん出てきて、うん、それで会話を楽しむようなそんな、ね、でもお話はすごい上手だからそうなんか MC 向いてますよねありがとうございます、はい、もう月に1回がもったいないぐらいですよね本当にアズリモーニングをね、はい、ね、そうきっかけとかの志したきっかけでも先ほどねお話ししていただいたんですけど、本読んだりとかね国語が好きだったということで、はいはい、プロフィール見てもすごい多趣味なんですよねその読書とかね、いろいろ美術館とか巡ったりっていうのも好きですし、いろいろ、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。ソフトテニスもちょっと最近はできてないんですが、はい、4年ぐらいやってたりですとか部活動ですか。部活動でやってましたねもうこれがっつりですね。すごいのもお勉強も部活もめちゃめちゃ励んでたってことですね。そうですね、うん、努力家ですから真っ黒になりながらやってました肌が今真っ白なのにねやっと戻ったってぐらいのでも相当できない、はい、本当真っ黒でした、ショートカットで真っ黒でした。あ、もうバリバリの体育会系女子というか、バリバリ、はい、あ、そうだったんですね、意外とね、はい、意外とね。天音さんもスポーツとかやられてたんですか。私はですね、はい、私も一応陸上部で、お、はい、がっつりじゃないですか。がっつり、もう、はい、ショートカットで真っ黒でした今もショートカット、今もショートカットで楽ですね、うん、確かに楽ですね。いや嬉しいですね、ちょっと共通点があってはい、ありがたいです私もちょっとあんまり詳しくはないんですけど、うん、美術館とか、はい、展示とか見に行くの好きで、うん、ゴッホ展最近気になったんですよ。あ、いいですね。なんか見ました、駅のポスターとかに貼ってあるの。あ、貼ってありますよね。めちゃめちゃ気になるんですね。キュンってなりますよね、見るだけで。そう、結構長い期間ねやってるんで、うん、
見に行きたいな。ね、最近なんか特にハマってる趣味とかありますか？ハマってる趣味、まあコロナの期間中は結構料理をしたり、あとなんかインテリアとかお花を生けるのにハマってきて、うん、すごい女子だ女子だ。そんなじゃないんですけど、本当なんかあるだけでなんか、うん、なんかうつうつした気分がちょっとは楽になるというか。なりますね。家のもう全然ただ、はい、お花を生けてるっていう感じの写真なんですけど。かわいい。これ自分で選んで買ってきて自分で選んで切ってっていう、毎月変えて楽しんでますね。いや、素敵な趣味ですね、これは。もう女の子らしいというか。最近ね、お花のサブスクとかも流行ってますよね。そうですね、送られてくるっていうのも、うん、はい、いいなって思います。すごい500円くらいで送られてくるっていうので。そうですね、毎月いいなって。ぴったりやってみたいなって思います。うん、なんか私の友達の女優さんもやってて、はい、そう、それで知ったんですけど、なんかすごいいいなと思います。ぴったりです、ね、いいですね、やってみようかな。うん、やってみます。ぜひぜひ。はい、いや、すごいな、お花いけたりとか。料理は何作るんですか？はい、料理はオムライスですとか。おお全然なんかすごい簡単なものなんですけど、インスタグラムとかにも載せるものがなくて。いや、載せてほしい。あの、ね、いいですよ、きっと上手なんと思いますけど、もう仮にあまり上手じゃなかったとしても、はい、みんな喜びますから、それはもうね、水木さんの作った料理だっていうだけでね。ゴーヤチャンプルとか結構作りますね。ゴーヤチャンプルも夏の日にもいいですからね。おばあちゃん家からすごい野菜がバーって送られてきたので、はいはい、それを活用しようって思って。おお、ね、ご出身は愛知県なんですよね。出身愛知県です、はい、すごいモーニングが有名な一宮っていうところなんですけど、なんかコーヒーを頼んだだけで結構朝にご飯とかゆで卵とかたくさん出てくるので、もう米田コーヒーとかも名古屋出身の発祥のものなので、おカフェには馴染みがあります。お、私実はですね、はい、幼稚園の年長さんから小学校2年生ぐらいまで、はい、愛知県の美西市ってところに住んでたんですよ。すごい近いです。そう、美西なくなりましたよね。美西、あ、そうです、合併したとかなんかね、合併して一宮になったんですよね。そうですね。いや、なんかちょっと嬉しいなと思いました。嬉しいですね、近いところで。近い。こんな共通点があるとは思わなかったので、びっくりですね。いや、びっくりですね。そう、私はもう本当短期間しか住んでなかったので、うん、あれなんですけども、あ、嬉しいですね。嬉しい。そう、なんかそう、先ほどね、オムライス作ってるって言いましたけど、私もオムライスをただひたすら作ってる動画を TikTok でずっと見てるんですよね。はい、いいですね。開けるやつとかですか？はい、そう、個人的に卵がすごい好きなんですけど。卵美味しいですよね。そうですよ、だからぜひなんか作ったらね、乗せてほしいですね。はい、なんかあのキノコのあんかけ、うん、カニ あんかけのオムライスがすごい得意で、結構凝ったオムライスが得意なんですね。なんか炊き込みご飯を下に敷いて、その上になんか卵で、はい、その上にあんかけっていうのがすごい美味しいので、よかったらレシピ教えるので、あ、教えてほしいです。やってみてください。後で、レシピあげます。和風ですね。和風です。いや、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。しかもすごい手間かかってますね。凝ってますね、はい。いや、嬉しいですね、こんなにもなんか共通な話題があって。はい、嬉しいです。ね、お、あ、ちょっと扉が開いたのかと思って。皆さん、ツイッターにコメントお待ちしてますよ。ね、ぜひたくさんね、お待ちしております。こちらですね。はい。はい、ね、あ、そう、水木さん、なんか憧れてる女優さんとかいらっしゃるんですか？はい、憧れてる女優さん結構たくさんいるんですが、橋本愛さんですとか、あと昔の女優、懐かしい、昔の女優さんだと、もうめちゃくちゃ昔の女優さんだと、はい、オードリー・ヘップバーンさんがもうめちゃくちゃおかしいだけど大女優ですからね。かなり好きでほとんど見てますね。ノーマの休日、はい、しか見たことないけど、うるわしのサブリナとか、あ、サブリナ、はい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 、いろいろアマプラで全部見れますね。パリの恋人とかぜひぜひたくさんあるので、うん、もう演技もそうだし、うん、何よりお美しいっていうね、はい、美しいですね。もう私も結構あの壁紙にしたりしてました。わ、うん、かります。いや、もうわかります。そうだね、はい、なんかもうなんて言うんですか、言葉まで美しいっていうのがすごいなって思いますね。ね、美しい、
美しい人はやっぱりなんか言葉遣いとかも美しいんだなってしみじみ思います。普段からなんかそういうの意識してますか、言葉遣いとか。できるだけ。全然もう全然ですね。いやでもこの番組内でね、なんかこの言葉のチョイスとかすごい、あの水木さんは美しいですよ、うん、ありがとうございます。鐘が鳴った鐘が鳴りました。そうそう、いや私はなんか普段あんまりこう MC 業を慣れてないんですけども、はい、あの言葉のチョイスとかね、はい、日々勉強してるんですけどもね、もうこの根っからやっぱり国語好きで、はい、あのチョイスが綺麗な方ね、言葉のチョイスが綺麗な方すごいね尊敬しますね。そのままね、そのままもう引き続き頑張っていただきたいんですけども、はい、でね、そのアズモにやられてるということでちょっとこれは触れなければいけないんですけども、はい、アズモにはちなみにいつぐらいから。そうですね、3ヶ月前くらいからですかね、うん、今回10月で3回目とかになります。おー、はい、8月ぐらいから。そうですね、8月くらいからやっておりますね。ぼやぼやですね。いつもなんかお二人でやられてる動画をアーカイブで見たんですけども、はい、どうですか、もう慣れましたか。でもお隣の平田さんがもうフォローをたくさんしてくださるので、うん、だんだん慣れてはきました。いや心強いですね。心強いですね。お一人でやられてるってお聞きしたのですごいなって本当に尊敬しかないです。いやいやもう、あの、ね、どうしようかと最初思ったんですけどどうしようかな、しかもあ2部はゲストさんもいるんだっていうことでね、もう不安でいっぱいだったんですが、うん、あの毎週やってるとね、これがまたね、はい、不思議なことになんかできるようになってくるんですよね。素晴らしいですね本当に。いや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 、もうね、水木さんもね週一と言わず毎あでもなんか毎週やっぱりあのいろんな、はい、水曜日はいろんなタレントさんがやられてるというね、はい、なんかそういう特色のあるアズモニ会になってますので、毎回違う人が出てるので楽しめるかなと思いますね。それも楽しめる、ね、はい、会となっておりますけども、はい、ぶっちゃけその早起きとかはどうなんですか。早起き苦手です。あ、苦手なところみんな頑張ってますよ。はい、なんか昔にちょっとアルバイトで早朝の掃除のアルバイトをしてて、はい、トイレ清掃なんですけどそれで結構慣れましたね。5時ぐらいに起きるっていう、苦手すぎてちょっと克服したいっていう気持ちが大きくて、はい、やってたんですけど、やっぱり未だに結構朝はトイレ掃除はするようになったし、うん、結構習慣化してて朝早起きはいいなと思います。あ、そうですよね。なんか趣味、あ特技かのところに掃除って書いてありましたもんね。掃除は好きですね。整理整頓とか、うん、トイレ掃除も好きですね。 A 型ですか。いや B 型です。 B 型さんでした。A 型のイメージですね。なんかそう、やっぱりなんかそういう話をするとそうですね、なんかやっぱ B 型さん人によるのかもしれないですけど、はい、お掃除苦手って方が多いような気がしてたので、意外となんかもう抜けてるところあります、うん、なんか他のところはちょっとなんか適当だったりするのでそういうところだけはちょっと細かかったりとか。でもね、やっぱ自分の部屋は綺麗にしときたいとかね、はい、自分の部屋はインテリアとかはこだわってますね。おお、うん、ね、まあ、可能であればね、うん、今後なんかお部屋公開とかもね、写真もあったりします。あるんですか。あるんですね、はい、全然本当、うん、なんか殺風景な写真になっちゃうとは思うんですが、あでもあんまりなんかこうごちゃごちゃしたものを置くというよりかは綺麗にしておきたい派なんですね、うん、そうですね、綺麗にしておきたいなって思ってます日々。いや性格がね出てますね。もうなんか几帳面でね、綺麗好きな。お部屋とかこだわってたりしますか。お部屋は、うん、私はこう最初こだわるんですけど、はい、最初とかあとたまにこう模様替えしたくなる衝動とか、あたまにありますよね。あるんですが、だんだんなんかどうでもよくなってくるんですよね、はい、もういいやってなってきちゃう。なんか一箇所やり始めるとなんかちょっとやろうって思うんですけど、うん、なんか終わったらなんか一箇所でいいやみたいな。そう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 なんですよね。なんかもうこの綺麗さをずっと保てればいいんですけど、はい、なかなか難しい。ね、その毎朝のトイレ掃除とか私も日課に、はい、ありました。まさかの出るんですね。ありがとうございます。どっから引っ張ってきたんですか。インスタグラムから。インスタグラム、いやめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。本当もうそこだけみたいな感じで、女の子の部屋とか、キャンドルとか結構最近ちょっと間接照明とかにハマりだして、もう女子って感じだね。ライトとかをやったりとかしてます。へー、暇なんです。いや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 。こんな感じで。
これはなんかもうお部屋が一番もう本当にずっと痛くなる場所じゃないですか。もう落ち着きすぎてちょっと、うん、こんな感じで。はあ、この左側なんですか。左側お友達からプレゼントされたライトなんですけど、はい、なんか加湿器で、なんか空気が出てきて、なんか水蒸気、はいはいはい、なんか水が出てくるので保湿効果があるみたいなもの。いいですね、はい、いいお友達もそのプレゼントチョイスがそうですね、センスがいいですね。素敵だわ、はい、ね、ベッドの上にクマちゃんもいましたから、でっかいクマちゃんね。なんか置いとこうって思って何かしら置きたいなっていう、何もなさすぎていやいいですよ、あのベッドの横にあった、ね、あのテーブル好き、私テーブル。あ、これですね。ちょっとお茶とか置いといたりとか。これいいじゃないですか。まあ、一部ではあるんですが、お部屋の一部を載せていただきました。うん、あ、素敵ですね。ありがとうございます。ね、出していただいて本当にありがとうございます。インスタに載ってたやつですか。あ、なんか先ほどちょっと写真を用意していただいたので。ちゃんと、ね。ありがたいです。いやー。はい、素晴らしいですね。一人暮らしですか今。はい、今一人暮らしです。もう東京に出てきて、うん、頑張って自立しようっていう気持ちが大きくて、はい、いやもう素晴らしいですね。全部一人でなんか習慣とか作ろうって思ってルールを全て決めて、うん、なんかメモとかいろいろ書いたりしてますね。なんかじゃあ日々習慣づけてることとかっていろいろあったりしますか。習慣づけてること、うん、トイレ清掃はやってますね、必ず、はい、あと靴磨きですとか、なんかそれもなんかさっきみたいな感じで写真もあったりするんですが、うん、靴磨きってなんか、はい、なんか革靴とか磨くイメージなんですけど、はい、なんか毎回帰ったらちょっと気になってちょっとウェットティッシュで拭いてますね、はい、あ、でもそれだけでもねえ、おしゃれは足元からですからね。頑張って写真を見つけてます。すみません、無理ばっかり言っちゃってます。いやいやいや、もう資料たくさんあればあるほどね、あの映えますから嬉しいですから、ね、ゲスト出演とか初めてだったのでどんな感じで準備すればいいんだろうってすごい、いやね、でも準備しなきゃって思ってしまって、しっかりしてらっしゃるからもうたくさんたくさん事前準備がね、本当素晴らしいですよ。ありがとうございます、ね、これなんかちゃんとこういう看板までね。こんなもう殴り書きのような、いや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 、十分ですよ。ぜひ検索してみてください。ね、本当今すぐ皆さんフォローしてください。強制的にね、お願いします。ありがとうございます。あ、いろいろ出てきました。なんかちょっとなんかメモが習慣というか書くのが好きで、なんかもうこれね、あのすごいですよ、手帳みたいなのが、手帳とかいろいろ書いちゃうんですよね。なんか自分が思ったこととかをなんかすぐになんか表現できるようにしたいなっていう思いで、なんか自分が思ったことをなんか演技に生かせたらいいなっていう思いで、とかあと人から聞いた良かったなっていう言葉とか、あとなんか本当今日あったいいこととか日記も結構書いてたりして、忘れたくないなっていう 思い出とかたくさん、あ、これはなんか女優を目指したきっかけですね。なんかいろいろ書いてあるので、なんかもしなんか気になる方がいらっしゃったらなんか止めてみていただけたらいいなとは思うんですが、ね、なんかそうですね、自信を持って自信を持つ。ちょっと見にくいと思うので全然なんか気になった方が見ていただければとは思うんですが、全然なんか自分からちょっとあの自己開示するっていうのが苦手意識があるので、こういったのでなんか自分を表現できたらと思うので、すごいきっかけとか載ってるのでよかったら見てください。あ、これ今習慣にしてることとかも書いてあるんです。今できていること、忘れないように、はい、めっちゃいっぱいありますね。いろいろ、あ、これも役者を目指したきっかけとか、お、言い残してることあったらもうバリバリ言ってくださいね。いっぱい書いてある中でね、あれこんなに聞いたっけって思って今。でも写していただけるだけでも思い残すことはない感じですね。あ、本当ですか。3から5年くらいちょっと習慣化してることでは、これなんか本当いろいろ習慣、はい、していたりとか、はい、メモに取ることをしていたりとかって、はいはい、自分からやり始めたんですか。そうですね、なんかきっかけはなんか本当、
そうですね、自分からっていうのもあるんですが、習慣一つ一つの習慣はなんか本を読んで、うん、あこの本いいなって思ってそこに書いてあったもの、はい、例えばなんか個人名出していいのかっていうのは分からないんですが、あ、と思います夢を叶えるぞっていう本って分かります。あ、知ってます。あれを読んですごい衝撃を受けて、はい、なんか夢叶えたいっていうすごい純粋な気持ちでなんかそれをその習慣を実行してはいます。わー、なかなかでもねそういうきっかけからこう長年続けてこれるって素晴らしいことだと思います。継続するのがちょっと自分の中でも一番難しいなって実感してます。これからも続けられるかっていうのは自分でもわからないので頑張って続けたいなとは思ってます。いや本当にね続けてほしいですし、でもたまにこうめげちゃうこととかってありますか？そうですね、うん、なんか逆にちょっとなんか習慣をなんか意識してやりすぎると自分の中できつくなってしまう時があるので、うん、あえて1ヶ月1日何もしないっていう日を作ったりですとか、そうしないとちょっとなんかあの自分の中で完璧主義に陥ってしまうような気がするので、うん、そこはあえてなんか不完全さをちょっと認めたいなっていう思いであちゃんとそこまで考えてるんですね。はい、いろいろ、まあ、ただ私が怠け者なのでいやもう怠け者にこんなことできないですよ。でも寝はねぼーっとしてるんです普段。すごいな、天才肌なんですね多分きっとね。いやとんでもございません。天音さんの方がもうインスタグラム見て歌手の活動をされてて映像とか見てたんですけど、ありがとうございます。天才肌だなと感じました。いや私はですねもうなんかあやりたいって思ったことはとことんそこから頑張るんですけども、うん、なんかそこに気づくまでがちょっと時間かかって、うん、あそうもっと前からやっとけばよかったみたいな結構あったりとか、それこそなんかこういう習慣づけなきゃいけないことが続かなかったりとか、うん、そう5日間ぐらい怠けてはっってまた気づくみたいな。コメント届きました、ありがたいです。こんなことあるの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ嬉しいな、読ませていただきます。ありがとうございます。私が読んじゃった勝手に。いや読みますか。お願いします。読みますね。あ私のファンの方からですね、いつもコメントありがとうございます。CCH さんという方です。嬉しいです。はい、みずきさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ご趣味の、行ったことのない街の探索と世界史に注目したのですが、はい、楽しさをお裾分けしてくださいということで。そうですね。世界史はなんか本当好きで、なんか行きたい場所があるんですけど、イタリアのチンクエテッレっていう場所が、チンクエテッレ、うん、なんか映像じゃないあの写真があったらすごいんですけど、なんか、はい、今ちょっと用意ないと思うので、あのググれますか。ググれますか。すいません本当。はい、なんかすごいもう見た瞬間に何かの壁紙かなんかで見たんですけど、はい、なんかあここに行ってみたいって思うぐらいの衝撃を受けて、なんか海の街なんですけどカラフルな街並みで、はい、そこからあそうですねこんな感じのもう本当に行ってみたいって行ってみたい。ありがとうございます。すごい本当ここに行きたいなっていう風に思って初めてちょっと世界史も学びたいなって思って、それなんか一からちょっと世界史を学び直している途中でして、なんかこれも言っていいのかっていうのがわからないんですけど、あの YouTube のなんか番組というかあのちゃんと配信をしている方ですごい私がファンの方がいて、あの世界史20話講座っていうプロジェクト、世界史20話プロジェクトっていうものがあるんですけど、それの講師の方がすごい素晴らしい方だなと思って、ずっとその動画を見続けてて、もうちょっとで最後の輪に突入するかなってぐらいまでは今。 ありがとうございます。あちゃんと読そうです、ね、見進めていけるやつ。ムンディさんっていう方なんですけど、本当こちらの方の多分もともと今も先生の方なのかわからないですけど、この方のインスタグラムじゃない YouTube がすごく好きで、こちらの方のをなんか中学ぐらいからかな、うん、ずっとなんか見続けてて、全然自分のペースでコツコツやってはいるんですけど、結構前から動画上げてらっしゃるんですね。そうなんです。なんか
私もコツコツノート書きながら進めてて、はい、もう本当なんか世界史の楽しさを教えていただきましたね。はい、すごいですね。なんかそれで自分の中で知識をつけることによって、はい、やっぱりあの街並みに行った時にやっぱりなんか見た時になんか、うん、目から入ってくる情報量が違うと思うんですよ、うん、なんか歴史の世界遺産とか見た時にもなんかあこれは何があのなんか歴史的な何々だとか、うん、あとあの場所だとかっていうのがなんか分かるってすごい世界が広がって楽しいんじゃないかなって思って。そうですね。ただ綺麗だなだけじゃなくて、はい、だけじゃなくてそういう知識があるとまたいろんな人の気持ちとかも分かったりして楽しいなって思うので、うん、そうですよね、はい、なんでこういう街並みになったのかとか、うんはい、そういうのも全部分かった上で行くとまた深みが、うん、そうですね、うん、そういった面でやっぱり世界史は好きですね。あいや私もちょっとこれめっちゃ行ってみたいな。行ってみたいですよね。行ってみたいな。海外行ってみたいなって思います。結構行ったことありますか海外旅行は。私はあの高校の修学旅行に台湾には行きました。台湾いいですね。サイパンも行きました。それは家族旅行なんです。海外はその2つです。料理世界遺産とか千と千尋の神隠しの舞台になった九分っていう場所、ねはい、夜行けなかったのがちょっと残念なんですけど、街並みは本当あんな感じで素敵でした。私も台湾行ったんですけど、うん、9分行けなくて。あ、そうだったんですね。あそこ結構山の方で行きにくいっていうのもありますよね、うん、天候にも左右されます。あねえ、まあ、近いんでね台湾はね、うん、コロナ明けたらまたなんか行けたらいいですよね。そうですね。そうイタリアの方にもねちょっと近いうちにね行けたら ね、はい、青根さんはどこか行かれてたりするんですか海外旅行。私は旅行、佐藤さんあの修学旅行で、はい、シンガポールとマレーシアに。あ、私も行ってみたいって思ってました。すごい綺麗ですよね。綺麗ですね。環境も綺麗ですし、はい、風景もどうでしたか。そうですね、うん、結構都会だとシンガポールは都会だなって印象 で本当におっしゃる通り綺麗で、ゴミを捨てるとね罰せられるんでね、うん、そうガムとかもあの噛むの禁止だったりとか、なんかいろんな規則のもとに本当みんながルールを守って、うん、で、まあ、シンガポールはすごい大都会なんですけど、うん、マレーシアにもその期間内で行きまして、はい、そうなんですね。そう真逆のなんか本当に森の中の本当にその辺その森の中に住んでらっしゃる方の家にちょっとお邪魔するみたいな、なんかいろんな体験をしました。すごいですね。大自然でしたね。言葉も通じない森の中の方に英語は通じましたね。英語ギリギリ通じました。はい、そうなんですよね。うん、ぜひいろんな県じゃない、いろんな国にね。いろんな国に行ってみたい。もうますますなんか磨きがかかると思うんですけども、ね、素敵な女優さんになってほしいと思います。ね、もう最後にはなるんですけども、はい、なんか女優さんとか。タレントさんとして今後の目標とかあったりしますか。目標はそうですね、あのすごい大きな目標なんですが、お ありがとうございます。なんか海外 の映画祭に出演というか出展されるような大きいテーマのある壮大なテーマのある監督さんの作品に出て、うん、なんかそのなんていうんですか、監督さんの意図したことを伝えて、うん、なんかなんていうんですかねそのすごい苦しい境遇の方が少しでも気が楽になるような、うん、そんな作品に出演して国際映画祭で賞を取れたらという目標が素晴らしい。そうですね、レッドカーペットね歩いてほしいですけども、確かに映画を見てなんかじわーって、はい、ね、そういうなんかなりますし、なんかそれに、うん、それを演じてる女優さんっていうのは本当になんかこう誇りが持てるというか、はい、ね、ますますね本当に自信にもなりますでしょうし、うん、でもそうなってたらもうねなかなかなんかもう大女優さんですからいやもう近い将来なっていただきたいですけどもこれだけもう努力家でいらっしゃってねお若いのにですからもうきっと、ね、なれると思います。
力をつけて日々オーディションに、ね、応募しているので、ぜひぜひ頑張っていきたいと思います、ね、諦めないで頑張っていただきたいですね。はい、それではね、はい、今見てる皆さんに最後一言というか一言と言わず何かアピールしたいことありましたら思う存分お願いします。ドドン。じゃあ私アズーリモーニングの水曜日第4水曜日MC 担当させていただいておりますので、来週か見ていただけると嬉しいなって思います。はい、そうです。どうしようですか。10月20 第4水曜日ですね。第4水曜日です、うん。すいません。第4水曜日10月の27です。失礼いたしました、はい、27日でございます、はい、でございますので見ていただけると嬉しいです。はい。っていう感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。アズモレ第4水曜日見れますから、はい、水木さんはね。はい、お願いします。 あとは次回というか今度舞台に出演するので、それもインスタグラムでチェックしていただけるとありがたいです。はい、はい、皆さん何度も言いますけども強制的にですよ、皆さんフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、今日はね月1に加えてもう1日ね、はい、早起きありがとうございます。どうもないです。呼んでいただきありがとうございます。いやもうねますます今後女優さんとしても MC としても、はい、ね、キラキラ輝いて素敵なタレントさんになっていただけたらなと思います。はい、はい、皆さん応援よろしくお願いします。はい、というわけで本日のゲストは女優の木戸瑞希さんでした。ありがとうございました。お聞きいただきましたのは私天音セナのオリジナルソングハッピーデイでした。ありがとうございます。はい、ね、軽く私のちょっと自己紹介じゃないけど告知をこの短い時間で、もうあまり時間ないですけどね、させていただけたらなと思います。私はですね歌手活動をしているんですけども、月に何本か、たくさんライブをさせていただいてまして、もうコロナもね落ち着いて来てますので少しずつ現場が戻ってきました。で、何もライブがない日は外で路上ライブやったりとか、はい、そういう活動をしてます。でね、ツイッターこちら、私のツイッター出していただきましてありがとうございます。プロフィール欄のねリットリンクという、URL が貼ってあるんですけども、そちらに私のスケジュールとか、YouTube とかいろいろまとまってますのでチェックしていただけると嬉しいです。はい、でね、今一番来ていただきたいというか開けといてほしいライブがですね、11月の6日そして27日、1ヶ月先なんですけども、はい、こちらの2日間となっておりますね。はい、こちらですね、11月6日と27日、こちらですね私の誕生日ライブと、そして私の企画
バンドライブがあります。どちらもね、すごくすごく手をかけて今準備しておりますので、ぜひ、遊びに来ていただけると嬉しいです。でバースデーライブの方はもうちょっと席の方があと少しになってますので、はい、ご予約お待ちしております。 DM にて受け付けておりますので、ぜひぜひご予約お願いいたします。はい、ありがとうございます。そしてこちら27日ですね、はい、こちらも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけで、私の宣伝は以上になります。本日もあずみモーニング一部二部ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。